天城周辺の鉄道外略図。黒線は現存する鉄道路線中央軌道は、1921年から1928年まで、福岡県朝倉郡天城町、三井郡立新村などで軽便鉄道、乗り合いバスを運営していた、日本の企業、および同社が運営していた、鉄道路線である。経営不振から、朝倉軌道に事業が吸収された。旧大。 伊丹橋を渡る、中央軌道列車1916年頃、建設の決まった立ち洗い飛行場への輸送などを目的に、都市から飛行場正門を経由して、三和町の中心地であり、朝倉軌道の停留所があった、新町までを結ぶ路線として計画された鉄道が、中央軌道である。1917年12月22日に特許を取得し、 1919年1月1日に会社が設立された。社長は、かつて、ヤサカ会社の社長を務め、都市駅の駅弁販売会社である八橋屋の設立にも関わった、ヤサカ人八。1921年7月1日に、新町松崎間 6.8km が開業して、営業を開始した。1924年4月25日には、 松崎大城をゴーに接続艦3 0トルを開業させ、飛行場への引き込み線建設も申請された。また、この頃には、バス事業にも進出し、天城立原洗飛行場間で路線を運営した。そして1927年2月24日、小ゴ上田大艦2 9トルが開業し、全線開業する。 当初は鳥栖まで伸ばす予定であったにもかかわらず、田代止まりとなったのは、鹿児島本線との立体交差ができなかったためであった。こうして全通した中央軌道であったが、1927年度の1日 1km あたりの旅客数は16人と、同地域の朝倉軌道と比べても1、4という低水準であり、経営状態は厳しいものであった。このため、 1928年5月には、無許可で運行が休止される。同年、朝倉軌道がこれを4万円で譲り受け、9月から朝倉軌道田代路線として運行を再開した。しかし、田代路線となってからも、輸送量は伸びず、1933年2月16日には、水害より由に上を通り上田大館に休止許可が降りた。その上、 休止後すぐに無許可で線路は撤去してしまっていた。さらに、翌1934年9月には、飛行隊から上尾合理艦がやはり無許可での運行休止となる。事後で廃止申請が行われ、1936年6月14日に廃止が許可された。1935年12月には、立ち洗い飛行場への輸送力増強などを目的に、 木山立ち洗い甘を結ぶ国鉄天城線の建設が正式に決定される。バスに押される形で営業成績が苦しくなってきていた。朝倉軌道は天城線建設による保証金を受けて廃業する道を選び、1940年4月19日、田代千山存部分を含む朝倉軌道全線は廃止され、ここに旧中央軌道の路線は消滅した。なお、 末期の多種路線は、飛行隊への貨物輸送のみを1日2回行うという、形で、細々と営業が継続されている状態であった。路線の大部分は、現在の国道を500号上に付設されていた。新町柿の木原体野町山熊、航空隊前引く、現地像花立十文字から今熊、警察署前から、松崎女学校前引く上岩田方満側から、大体退場。 小郡うりも小ごうりはたざきひめまた、駅以外の場所でも乗客は乗降できた。鉄道省鉄道統計資料、鉄道統計資料より、ありがとうございます。